自分たちで行う国づくり、参政党の神谷総兵です。神谷さん、今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。神谷さん、最近なんですけれど、はい、特にアメリカですね、がさまざまな変化を起こして、とても大きな問題を橋ばしでですね、見せている状況ですが、はい、こういった状況がまあアメリカでも起こっているんですが、これはあの日本でも起こるであろうということを神谷さんの方は街頭演説等で、はいえー、盛んにおっしゃられているんですが、実際こういったことが アメリカが起こったことが日本に入ってくればどういったことが起こっていく可能性があるのかとアメリカの今起こっている現状こういったことについて今回教えていただけないでしょうかはいわかりましたパッと思いつくだけでも三点ぐらいあるんですね一、はい、つはまずトランプ大統領へのもう明らかな攻撃司法も利用された攻撃二つ目はもう街の中で起きている騒乱事件と言いますか略奪事件というか三つ目は あのイーロン・マスクさんが買収した X ですね、旧ツイッターに対する攻撃規制。この3つ、最近私すごく注目してまして、まあ、1点目のトランプさんのから言うと、はい、寄ってたかってみんなで叩くと、起訴しまくって、逮捕して、写真前撮ってというようなことがあってですね。 まあ、日本人はあまりこうトランプの情報が、ね、国内でちゃんと報道されませんので、はい、日本のテレビだけ見てるとトランプ前大統領はです、ね、もうとんでもないやつだというふうに見えてしまいそうなんですけれども、まあ、実際その起きてる詳細を見ると、まあ、えげつない内容で起訴されているでしかもその起訴されて、まあ、裁判ですね裁判かけられる日程が大統領選挙の重要な日程に全部ぶつけられていて変えてくれと言っても変えないというふうなことですよね。 でひたすらネガティブな情報が投げられてどんどんとこう信用が落とされようとしてマスメディアもしくは司法によって。で、まあ、それと対比するとちょっとおこがましいんですけども。 なんか僕らも似たようなことがあってきたなと <laughs> <laughs>、はい、いう感じで。まあ、結構ねあの司法までは行ってないだけであって、はい、結構似たようなことというかそのものもをやられてきてきますよねいやーですから最近また新しい政党が他にできるとなると、はい、そこはなんかメディアに取り上げられるんですけど、はい、あの別に僕らはそこに対して反発は持ってませんが <laughs> 全然僕らの時は違うよと。 で僕ら一応国政政、一応というか国政政党なのに、あれなんか僕たちよりも露出を多くないですかという風なところとか、あと、同じようなこと言ってると僕らは叩かれるけど、向こうはそう叩かれないとかですね。はい、な,なんだこの違いはみたいな。これもだから、賛成度よく知ってる人が見たら、 俺なんでと。矛盾することがいっぱいあるんだけれども、はい、まあ賛成党は、まあ無視してもいいし、叩いてもいいと。はい <laughs>、はいで。他の党だとちょっと扱いが違うと。まあそれは、あの、うん、新しくできた党だけじゃなくて、すべてそうだと思うんですけども、なんかそういった明らかにこうフェアじゃない扱いっていうのが、 あのトランプ大統領の周りで見られると、はい、そこにも明らかにこうメディアも加担していると、もう何だったら政府権力もあの加担しているというのが、なんかこう、外の話ではなくて、日本でも起きうる話だなということで、まあ私もそのうち逮捕されないかなというふうにですね、もう <laughs> 何もやってないですけど、あの、そういった懸念を持っている、その位置ですね。まあでも司法の武器化っていうのは、はい、今回ですね、露骨に全面的に出てきてますけれど、はい、これ。 っていうのはもう法治国家とはもうもはや言えない状況じゃないですか。いすね、はい。まあ民主主義でもなければ法治国家でもない。三権分立どこ行ったのという話ですよね。ねはい。はい、もうこんな権力の乱用も反対らしいことを起こされると、はい、もう国民としてももうどう動いていいのかわからない。はい。それこそアメリカで言えばあの市民が武器を取れる国ですから、それこそ内戦ですね。 再びと。い。見た形だって起こしかねないっていうのは、もうよくよく理解できることだと思うんですよね、はい、これは。うん。うん、あの、でもそれでもすごいなと思うのは、あれだけトランプさん叩かれていても、支持率が上がっていると。まあ、調査によって違うんですけども、まあ、一定の調査によっては、支持率が高くなっているし、で、国民も、こうは自分で自由とか思ってる国ですから、本当に自分の身は自分で守らないといけないというふうな、そういう意識がね、どんどん高まってきているっていうのが、感じられますよね。 あの、すごいそこ、あの、重要なとこだと思うんですけれど、普通ですね、日本の場合、それほど大手メディアがですよ、ネガティブキャンペーンをですね、張り倒すとですね、もうそこで空気ができてしまうじゃないですか。はいはい、動かしがたい。うん、なのにアメリカでは、どうやら通用してないですよね。はい、これはどういった違いがあるんでしょうかね。やはりメディアに対する信頼度が日本よりも全ず然いずい低いということと、あとはやっぱり、 学校の教育大きいいと思いますね、うんはい、日本人はもう小学生の時から正しい答えがあってそれを書かないと罰になると、うん、自分の意見を言ってはいけないというふうな教育になっているので、うん、まあ右へ習えしやすい国民性が出来上がっていると思うんですね、うん、あの戦後ですけど特に、はい、アメリカ人は学校教育僕も何度かいくつか見に行ったことありますけどこれが正しいんだじ,じゃなくてあなたはどう思うのかというふうな形で、はい、あの自分の意見を一人ずつか持つことを求められるので。はいはい だからそこの違いがやはり出てきてるなと。私は日本もそうあるべきだと。というか、かつての日本はそうだったはずなんですね。はい、はいあの。昔は刀持ってましたし。そうですね <laughs>、うん。はい。うん、刀持つって大事あの、すごい大変なことで、やっぱり抜いたらもう終わりっていうところもあったので。 うん、でもそれでもやっぱりあの刀を持つっていうのはただ単に自衛をするとかじゃなくてやっぱ覚悟なんですね日本人の覚悟が刀だったんでもともとだから今のアメリカ人以上に日本人ってそうやって自分たちで考えてそして命のやり取りというかあの自分の責任で物事を判断し行うという覚悟のあった国民だったと思うんですけどもそれがまあどん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 と弱くなっていて。 まあ私言葉悪いですけどもあの戦後の統治でですね愚民化させられているというふうに思っていてそれがあの著しいかなとただ参政党の党員さんたちの投稿を最近見るんですけどもやはりそういった矛盾点をですねどん,どんどん皆さん見つけてマスコミとかの目順点をねどんどんついていってるのでああさすが。 賛成党員というふうにまあ別に僕が教えたわけではないんですけども、はい、あのそういったことをしていただいてる方々がいらっしゃるんでねこっちが別になんか党からこう言って下さいやってくださいって言った方が一切ないんですけども、はい、まあそういう方々がこう私は一昔前よりも日本人でも増えてきたんじゃないかなというふうに考えています。確かにあの様々な流れる情報を見ていていも 少しずつおかしいんじゃないかっていう人たちっていうのは増えてきてますよね。そこに対する情報が極めて取りにくい国でもあるのも事実なので、はい、その辺は課題かなって。 神様、まあね、が普段おっしゃられてることなんですけど、はい、課題だなって感じますね,そうですね、まあ、明るい北朝鮮って僕はやっ、ね、<laughs> あの冗談で言うんですけども、はいはい、日本の情報統制相当ですからねでその統制を崩そうとしてるのが参政党であり、まあ、アメリカだったらロバート・ケイジ・ジュニアさんとか、まあ、トランプ前大統領もそうですよね、うん、だからマスコミの言ったことを鵜呑みするんではなくやっぱりこう自分たちで考えてしっかりと声を上げていこうということを。 やっぱりアメリカはちょっと日本より進んでるというか早めにやってきたんじゃないかなというふうには思いますね。だから日本もそうなると思うというかそうしたいんですね我々ね。そのために賛成と作ってるっていう要素ありますので、あのこうやっていろんなおかしな事象が起こると。 はい、アメリカの事象もそうですけど、日本でも起きているので、どんどんと気づく人が増えてくるんじゃないかなというふうに思いますいや本当に参政、まあ、党の活動を見てても、ですね本当におよそ言論とはかけ離れたようなあの、半ば強制力の行使的なことが行われたりしますので、はいまあ、こういったことっていうのは、まあ、起こってくるし、これがどういうものを、まあ、そもそもどういうことをきっかけに起こってきているのかという見抜く目、はい、こちらを、まあ、学ぶことによって、養うべきだといったことですが、そうですね とにかくインフルエンサーとか、まあメディアもそうですけど、インフルエンサーとかも、まあ利権があって、皆さんこうポジショントークをしてるんだなというふうに、ぜひ思っていてください。はい。ですので、まあ私自身の発言だって、私だってやっぱり政党の代表をやらせてもらってますから、言えないこともいっぱいあるので、はい。あの、まあなるべく誠実にね、発信はしたいとは思っていますけども、はい、でもやっぱり、参政党はまはいつも言うように、こう、支持母体とか利権とかないんですけど、そういうものがあったりしてる人たち、 なんかやっぱり僕が最近よく言うのはフォローザマネーだと。うん、お金の動きをちゃんと見た方がいいですよと。うん、政治やるにもマスコミで発信するにもお金があるので。はいはい、だから賛成とは最初からお金の問題を表に出してどうやってお金を集めてるかとかっていうこともあの明確にしてるんですね。はい、それがね、一番わかりやすいというか。うん、いうので やってますのでねまあおっしゃる通りであのお金の流れを見れば、まあ、会社で見るとですよその会社が何を考えどう仕掛けたいかっていうのは明らかになるので、はい、これはもう政党もしっかりですし、まあ、人の活動にはお金は絶対付きものなのでここが嘘もつけないんですよね、うん、全然全く一番見とかなければならないとこですしでも隠しますよね結構そうですねお金のほうが隠しますし、まあ、でもやったらメディアはマスメディアはこう記者会見とかして賛成党のお金のこと聞いてくるんですよねはい はい、だから我々もメディアのお金は見てますし、あとはそ,のそもそもメディア、日本のマスメディア、戦後誰作ったのみたいなね、はい、そこまで掘り下げて、お金と歴史ですね、はい、これ、きっちり見ていくと、はい、いいんじゃないかなと思いますありがとうございます。 では2つ目のことをお聞きしたいんですが、はい、まあ暴動ですかね,すねこちらの方ちょっと詳しく教えていただけますか、はい、この収録時、まあ、9月末なんですけども、はい、最近はやっぱり、まあ、結構カリフォルニアの動画見てたんですけど最近、ね、僕のとこ流れてきたやっぱフィラデルフィアの様子とかですね、まあ、東海岸ですけどももう本当にあの皆さんがショッピングモールみたいなところにトトをんで入っていって。 で警察も行くんですけどもう全然警察が来たところでただ押しのけて逃げていくみたいな感じでそこでもう静止ができないとで昔だったらアメリカの警察官すぐ銃持ってもうそういう抵抗する人間とかいたらすぐ構えて撃ってたと思うんですけどそれができなくなってるんだなというふうに我々からすると日本人の感覚するとちょっと警察やりすぎじゃないかというぐらいにもうすぐにホールドアップさせてちょっとでも動いたら撃つというふうな。 そういうぐらいだったのが、もう今、取り押さえにいってるんですよね、銃を持たずに。うん。だから、なんでそうなったかっていうと、まあ、明確ではないですけども、やはりあの、ブラック・ライ a ズ・マターですね、あの、共産主義者の人たちがやった、まあ、黒人の権利守れと。要は、あれによって、乱暴なことをすると、警察が取り押さえるということがありましたけども、そうすると、あの、民主党政権のところの州なんかではですね、あの、警察が、そうやって、こう、黒人をいじめるというような絵を作り上げて、ノーポリスだと。 言ってそういう運動を起こさせてで実際に警察の予算を政治家が削っていくというふうなことをやってるんですねだからあのまず警察官はもうそういうなかなか銃をあの市民に向けて向けることはできないと犯罪者であっても、ね、明らかに犯罪者であってもそれができない市民に向けちゃ駄目ですけど <laughs> 犯罪を犯す市民に向けてでも向けられないということとあと警察の数が減ってるんだと思います圧倒的に。うんうん、だから もう治安維持をする警察の権限人員数が圧倒的に落ちているということそれからまた政治が変な法律を作っていることからもうねあのみんなでやれば怖くないと赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないですけど、はい、そういうふうなもう風土ができているんだろうなというふうに感じますね。これはかなりあの危ないお話でいわゆる国家権力による治安維持が不可能となれば当然ですね自分たちで守ると。 いった形になっていきますしそうなるとですね手法の機能はもうなくなっていきますしそうです、ね、あの国の中がもうバラバラになっちゃいますよね前段階というかまあ、そこにもう差し掛かっている状況に近いですねそうですねで特にやっぱり聞いているとシカゴとかニューヨークフィラデルフィアとかカリフォルニア州のロサンゼルスサンフランシスコそういったもう本当に主要な大都市が全部そうなってしまってきていると いいいうに現地から聞いています私もコロナ前にカリフォルニア州行ってるんですけどシリコンバレーとかその時もフローシャワー結構いましたが、うん、襲われてるとかそういうのはまだ見てなかったんですけども治安がちょっとずつ悪くなって私アメリカ初めて行ったのが21の時でその時なんかやっぱりニューヨークとかも治安悪かったんですけど。 この時にあのジュリアニさんとか出てきてですね、はいはい、トランプ側の、ね、応援団でもらわれてましたけどもあの方とかがやっぱり割れ窓の方の原理とやっぱり落書きとかそういうガラスが割れてるとかそういう小さなところをやっぱり見逃してるとどんどん治安が悪くなるんだとだからやっぱり、えー、地下鉄をきれいにしてでそういう街にね壊れてるところをしっかり直してと。 いうふうな、そういうのをやられた結果、だいぶ治安が良くなって、私もその後ニューヨークなんかてもらったことあるんですけど、ああ、アメリカの治安が良くなってきたな、というふうに思っていたのに、もう今はこういう惨状と。もう本当にだから、わずか数年でそういうことになってしまうわけですよね。だから、アメリカだからそうなんだとかいうことではなくて、日本も今はまだ比較的国際的に見ても治安の良い,い国ではありますが、 実際に地方都市なんか行くとですね、あの外国人が集まって、集中って言うんですけど、集まって住んで、そこでまあ自分たちでコミュニティを作りですね、まあ、あの自分たちの襲撃書をしたりとか、まあ、ちょっと暴徒化してしまうと。で日本の警察もまあもちろん取り締まるんですけれども、逮捕とか、そういったところまでできないということで、あまり具体的に言うとまた人権侵害だとか、いう人がいますけれども、もう皆さん頭にあると思うんですけど、捕まえても起訴までできないというふうな。 事例がもうできてきてますよね、はい、それを見るとアメリカの警察も大部分手足が縛られてるんですが日本の警察も外国人とかですねとなるとだいぶ及び腰になってるんじゃないかと。 いいう,うに思いますしこれはね警察官のせいとかうんぬんよりもやっぱり政治の責任で政治家がですねきちっと取り締まれと責任は私たちが取るということぐらいを言わないといけないんですけれども、まあ、一部の野党はやたら外国人の権利権利権利とで外国人も日本人も平等ですから日本人がやって駄目なことは外国人も駄目なんですよ。当然ななんんですけけどなんか外国人だけ やたら、保護が厚いような感覚を持たせるような主張をする制度もありますよね。おかしいんですよ。なんで日本人だったらダメなところ、外国人だと許されるんだとかですね。はい、でねあの、外国人に手厚く手厚くというのを、我々は日本人も外国人もまず一緒で、でお金を配分するんだったら、やはり日本人に先にやっぱりしっかりやりましょうよと。で、ねあの、そういう日本人と一緒に日本を良くしたいという方々は来てもらえばいいですけども、 えー、もうお金がなくなってしまった方とかあと犯罪を起こすような方は、ね、もうさっさと本国に帰ってもらいましょうと国籍のねあるところにそれはもう明確に言ってる党なのであのこれ本当にそにイデオロギーとか外国人が嫌いだからとかそう差別偏見で言ってるんじゃないんですよ放置しておくと治安が荒れてくるんですよと。 実際アメリカももうそうなってますし、ヨーロッパの方でもやっぱりこう暴徒化している人たちがいる。フランスでもありましたね。あれも日本ではしっかり報道してませんけど、やはり移民の方がそういうところに、やっぱり貧困層でもあるので、あの、行ってしまう。これもやっぱり一部の政治家が招きれてる部分ってあるんですよね。そういう不法な移民を。合法的な移民ではなくて、もうだからこれ移民ではなくて侵略者だみたいなふうに書いてある記事もね、読んでたんですよ。彼らは移民ではない、侵略者だみたいな。うん でも、あの、まあ、そうなるとね、差別が助長されるので、あまり言葉をきつくしてはいけないなとは思うんですが、けれども、絵ラごとで言ってたりとか、感情論で言ってるんではなくて、実際にもうそういった動きがですね、あの、積み上げられているんですよね、アメリカで。でも、全く取り締まれないというふうなところになっているので、あれ、ほっとくと、10年後、10年もたないかもしれない、数年後の日本の姿かもしれませんね。今回のフィラデルフィアとかの様子はね。 が不安でも「希望の光は必ずある」「手と手をつないで明日へ」「里もに歩幅合わせて進む」